ミンアウンフライがあるいはミンアウンラインは、ミャンマーの軍人、政治家、国軍総司令官、国家行政評議会議長。現在の階級は、ミャンマー国軍最高の上級大将。2021年2月1日に発生した軍事クーデターの首謀者であり、政権転覆によって失脚した国家顧問のアウンサンスーチーに代わって、ミャンマーの事実上の最高指導者にあたる、 国家行政評議会議長となった。また、同年8月1日からは、暫定首相に就任している。タニンダーリ地方域、ダウェイ出身。建設将棋士、ウータウンフラインの子。1972年、ラタ第一基礎教育高等学校に合格。しかし、ヤンゴン芸術工科大学法学部に入学。さらに1974年、軍人の道を選び。 国軍士官学校に入学。在学中、約束された出自であったフラインは、同期からは、忌避されていたという。卒業後は、中文集部隊長を経て2002年に、三角軍区司令官に昇進し、和州連合軍やミャンマー民族民主同盟軍との交渉で、中心的役割を果たした。2007年ミャンマー反政府デモでは、鎮圧に尽力。二千八年、 カレンニー族やシャン州での反乱対策を目的とする第二特別作戦室室長に就任。2009年交換でのミャンマー民族、民主同盟軍との紛争を指揮。この功績により、2010年6月、トゥラシュエマンの公認として陸海空軍統合参謀長に抜擢され、2011年3月に丹州への公認として総司令官に指名された。 民政に遺憾したとはいえ、憲法上国軍総司令官は大統領に次ぐ大きな政治的権限を持っており、定インセイ大統領との距離も近いフラインは、ミャンマー情勢のキーパーソンとなっている。民主化には基本的に前向きな姿勢を示しているが、未だ抵抗を続ける武装組織の鎮圧など、国内の治安向上と秩序の維持が不可欠であるとし、 政党政治への偏重は国を不安定にする。ゆとりあるペースの改革が適切な発展をもたらすと、規律ある民主国家のためには、軍の影響力を維持する方針を続けており、憲法改正をはじめとする早急な民主化の進展には消極的である。しかし、2015年11月予定の上下両院選で NLD が勝利した場合であっても、 選挙の結果を支持すると発言した。また、軍事政権のもと停滞しがちだった、欧米諸国との関係修復にも努め、東南アジアでも高まりつつあるアイソルへの脅威に対し、多くの機関や国と連携して対処する必要があると、国際的協調の姿勢を強調している。とりわけ、日本との接近が大きい。2013年1月3日、ミャンマーを訪問した。 麻生太郎副総理及び笹川洋平日本財団会長と会見。2014年9月23日には、同年5月の岩崎茂統合幕僚長の訪問への返礼として公式訪日。菅義偉内閣官房長官、岩崎統合幕僚長と会見した。ミャンマー国軍総司令官の訪日は初のことであった。一方で、A アワディニュースマガジンなどの 反政府系メディアからは、少数民族武装勢力や、反政府活動の鎮圧に携わった経歴や、反政府勢力鎮圧に、中国からの軍事的支援を受けているとの批判がある。ただし、本人は、欧米や中国に関係なく非同盟中立的、全方位外交の姿勢を示しているほか、目立つ形での武器の供与は、周辺国に懸念を生みかねないとも発言している。 ミャンマーの数勢と同様に、ロヒンギャの存在を認めておらず、バングラデシュからの不法移民、ベンガル人と認識している。2017年9月1日、ロヒンギャの武装勢力、アラカンロヒンギャ救世軍の総統作戦に際して、ラカイン州で1942年の危機を再び起こさせはしないと主張した。これは、太平洋戦争におけるビルマの戦いで、ベンガル人は、 イギリスに味方し、ビルマ独立を妨げた裏切り者という意味の発言である。また、9月15日には Facebook で、過激派のベンガル人は、ミャンマーでは決して民族集団ではなかった、ロヒンギャとしての認知を求めていると、改めて主張し、ミャンマーのすべての市民は愛国心で連帯し、メディアは団結すべきであると述べた。国際連合によると、2017年初めには、 ミャンマー国内のロヒンギャはおよそ80万人と推計されていた。国際移住機関によると9月19日現在8月25日からの相当作戦で家を追われバングラデシュに逃れたロヒンギャは42万1000人に上っている。アメリカはロヒンギャ迫害を理由にフライを経済制裁の対象とした。2021年2月1日。 2020年11月の総選挙での国軍系の政党のユーズドップがスーチー率いる NLD に大敗したことを受け、選挙の不正を理由にミャンマー国軍の政権ラッシュを牽引し、3権を掌握した。8月1日には暫定政権の首相に就任し、すでに無効とした2020年総選挙の再選挙を2023年8月までに実施することを表明した。 小柄の体格で丸い縁なしメガネをかけていることが多く、軍の司令官というよりは事務員を思わせる風貌である。また、Facebook を愛用しているほか、仏教寺院への寄付を重ねるなど、軍人らしさを感じさせない一面を有する。ビルマ5番ウィキでは2006年。ありがとうございます。